例年ですと日の江又村や只見町では800センチほど降りまして会津地方でも400センチほど降るんですけれどもこの冬、ですね、データを見ても少ないのが分かるんです今シーズンがこのピンクの量なんですけれども特に会津地方、ですね、およそ3割ほどしか、3割しか降っていないという状況なんです。 雪がなければ成り立たないスキー場にとっては深刻な状況です日中の稲葉城町は手元の気温が12.3度と上着がいらないほどの暖かさですまたこの暖かさによりスキー場全体を見てみますと雪が少なく芝生がむき出しの場所もあります2月としては観測史上最高の 15.7度まで気温が上がった猪苗代町。実際はもっと寒いだろうけど、きょうはたかいし。基本的にあっちのコースとかも、いつもだったら雪いっぱいあるんですけど、ちょっと寂しい感じですね。リステル猪苗代のゲレンデの積雪は、例年の3割ほどの15センチ。 雪が少ないため、二つあるリフトのうち一つは休止していて、滑走できるのは六つあるコースのうち一つだけです。リフト券の売り上げは例年の半分以下だといいます。気持ち的にはもうショックとしか言いようがないですね。はい、ここまで雪がなかった年っていうのは実はオープン以来ないんですよ。例年は。 3月下旬までスキー場の営業を続けていますが暖かい日が続けば営業を終える時期が早まる可能性がありますそこで併設するハーブ園で毎年行っているイベントの開催時期を早めて客を呼び込むことにしています桜も多分早くなるでしょう でそんな花なんかも早めに支度をしていますのでそういったのを見ながらレジャーを楽しんでいただければっていうのが本当のところですね。